西山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。ガステアの葉についていかが思われますでしょうかと。1つ目、興味があればぜひ開いてみると良い。2つ目、自分の知り合いで申し込みまで可能な仲介者もいる。3つ目、開いてもらった人は満足している人は多い。4つ目、カシックレコードに書かれていることを読んでいるかも。ということで4つのテーマでお話をしていきます。まあ、今日はコインとか経済の話全く関係なく、アガスティアの葉というちょっとスピリチュアル系の話です。まあこれ今少し調べてみたんですが、紀元前3000年頃にインドの聖者アガスティアという人がいて、その人の名前でやっているリーディングのことがアガスティアの葉です。で、これ個人の運命、まあ後で宿命って言い直しますけど、運命を古代タミル語で書かれた葉っぱがあり、それをナディリーダーと呼んでいる人たちが読むことができると。で、6歳から30歳までぐらいだいたい修行して、そのナディリーダーになれるそうです。1章から14章まであるのがこのアガスティアの葉です。1つ目、興味があればぜひ開いてみるといいということなんで、自分は開いたことはないです。で、まあ基本的に人間っていうのは生年月日にかなり左右されて、これを宿命と呼ぶと。で、宿命とは変えられないことを宿命と呼びます。なので、生まれた時の性別とか、どの国でどの家にどの両親のもとに生まれたかとかは変えられないので、これらを宿命と呼ぶと。あとは、まあカルマの解消というものがあって、やったことの解消のために起きることは変えられないと言われています。で、まあ運命っていうのは変えられることなので、運命は変えられるものというふうに覚えておくといいかなというふうに思います。2つ目、自分の知り合いで申し込みまで可能な仲介者もいるということで、私の中で、知り合いで2人このアガスティアの葉の、このさっきのナディリーダーのコネがあって、仲介してこのアガスティアの葉を見つけてくれることを仕事の一部にしている人たちがいます。当然インドのコネクションがある人ということですね。まあ自分のビジネスもスピリチュアル系のビジネスをしているお二人です。私の社長の知り合いとかで数十人がこのアガスティアの葉を開いています。3つ目、開いてもらった人は満足している人は多いということで、まあ人生に安心感が出るという人が多い様子です。で、まあこれ開くタイミングも多分導かれているので、おそらく宿命で決まってるのかなという感じです。で、この第1章から第14章のうちにカルマの解消に当てられているところもあるみたいなので、それを開いてカルマの解消もお願いできるようです。4つ目、カシックレコードに書かれていることを読んでいるかもということで、まあ、すでに宿命として決まっていることは、アカシックレコードと呼ばれる、まあ、宇宙のライブラリーみたいなものがあって、そこに書かれているというふうに言われています。で、まあ、これを読むにはいろいろアカシックリーディングやってる人って、まあ、いっぱいいるけど、まあ、この精神性の高さが要求され、誰でもできるわけではないのがアカシックレコードのリーディングです。で、意識レベルが高ければ高いほど、さっきの聖者じゃないですけど、もうそのレベルになると書かれていることが読めると。なので地球の過去とか未来も読めるので、そのような人たちがインドの聖者、まあ、リシと呼ばれているような人たちがそのような能力があります。なので、おそらくこの、さっきの6歳から30歳ぐらいまで、ナディリーダーになるための修行するっていう訓練をするって書いてあったと思うんですが、まあ、当然悟りに向かってでクリーニングをして、下脱レベルまで行くと超絶力のあるナディリーダーになるのかなという感じです。なので、このインドの聖者のアガスティアさんも当然聖者と呼ばれているぐらいなので、下脱していたので人の宿命を見ることができ、それが代々伝わっているのがこのアガスティアの葉なのかなというふうに思います。そろそろまとめですね。まあ今日はもう完全スピリチュアル真理の世界だと思います。なので、まとめると、まあ下脱と呼ばれる人間のこの肉体次元に生まれてこなくていいレベルになると、魂の上にある本質みたいなものの力が出てくると。まあこれをヨーガの世界ではシッティって呼ぶんですが、このシッティがものすごく出てる人たちが、このリシと呼ばれる、もう聖者中の聖者の人で、まあアガスティアはおそらくそのような能力があったと。なので弟子たちにこの能力を伝授していったと。まあ当然修行の方法があるので、
当たり前ですけど多分ヨーガ瞑想してると思うんですが、その中で、能力が発動した人がこのアガスティアのナディリーダーをしているという感じです。なので自分の宿命が気になる人はぜひこう開いてみるといいかなと。でまあちょっと私の知り合いを紹介できるかどうかわからないんですが、まあ興味ある人はコメント欄に記載していただければこの人やってますっていうのはお伝えできるかなという感じです。まあ社長たちは結構自分の宿命とか知りたい人が多くて、まあ数十人やっていると。で開けない人がいるみたいなんですね。でそれはなぜ開けないか、書かれてる葉っぱが見つからないっていうことで、なんか両親の名前聞かれたりいろんな質問を聞かれていって、その質問が全部合ってるとこれはあなたの葉っぱですっていうふうに指定されるらしいんですが、それが見つからない人がいる、もしくはすごい時間が経ってから見つかる人がいるとかっていうのもあるし、あと今は開くべき時ではないという時は見つからないことがあるようです。まあ私自身はやってないってさっきお話しした通り、自分では開く気が全くないという感じです。なぜかは意味はわからないですが、あまり興味がないというのが私の意見です。まあぜひこれやってみてどうかっていうのをまたコメント欄に書いていただけると非常に面白いかなというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、このようにご質問いただくのが一番ありがたいので、ぜひコメント欄にご質問をいただければと思います。このチャンネルでは基本的にアンティークコインに投資してお金を増やす、守るっていう話から経済、支配者論から陰謀論、そしてこのような心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。動画1本ついているのと、あと週に1回ニュースレターっていうのを発行しています。動画見た人にですね、30分間、今だと水曜日と日曜日に、個別相談っていうのをやってますので、まあ今ちょっと株の状況、銀行が破綻していたりして不安な人が多くてですね、相談者が増えてきてるんですが、アンティークコイン投資でお金を増やしたい人、守りたい人はぜひ個別相談に申し込んでいただければと思います。まあ日時の調整ができるのと、あと、ズームですね、ズームわからない人いるんですが、デスクトップの人はマイク必要。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットの人は、私が送るリンククリックするだけで個別相談できますので、申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。